はい、こんにちは。バーチャンネルマヤです。はい、今日は久々、こちらですね。うん、メタルサイトベイブレードのファングレオーネ 130W2D です。はい、ということで、かなり前に購入しておりましたメタルファイトベイブレード、ようやく開けたいなと思いますね。うん、何回かね、買ってあるって言ってたんだけど、うん、未だに開けてませんでしたんで、はい、今回はこれを使って遊んでいきたいなと思います。はい、じゃあ早速、開けていく前に、おごのっこびょかん。この間にチャンネル登録やこの動画がいいなと思ったら、高評価お願いしますね。はい、じゃあ行くよ、せーの。チャンネル登録はここをタッチ。登録されるとグレーに変わるよ。一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、登録してくれてかな。もしこの動画がいいなと思ったら高評価もお願いしますね。はい、じゃあ早速開けていきましょう。はい、ということでステッカー貼り終わりました。こちらがファングレオネ 130W2D ですね。うん、はい、今のベイブレードバーストでいうところのトルネードワイバーみたいな感じかな。うん、なんかね、イナス系のベイみたいですね。そうだね。はい、現状はディフェンスモードになってますね。うん、でこれがね、もう一個モードがあって、カウンターアタックモードっていうのがあって、おでそれにするにはまず上のネジを外してフェイス取ったら、この2つを分離して、で上の部分をひっくり返すんだって。うん、よいしょ。締めて、こちらがカウンター攻撃モードですね。うん、ちょっとこの横の部分が変わったね。そうだね。うん、そんなわけでこのファングレオネ早速シュートしていきましょう。はい、ではエイシン君、ファングレオネシュートしてみてください。はい、まずはディフェンスモードでいきます。はい、ポッシュ。あ、ディフェンスだこれね。うん、これ下のとんがってる部分がね。あ、静か。静かだね。強そうだな、低重心で。はい、ではバトルしていきましょう。はい、エイシン君が使うのはファングレオーネでいきます。はい、じゃあ私はバサルトホロギウムでいきます。はい、3、2、1、ゴーシュ。いけ、バサル、おー強い。3、2、1、ゴーシュ。いやー強いぞ、バサルトホロギウムはね。重いか、おっと。あ、でもディフェンスだけあって、おっと、ホロギウムに勝つ。でもバサルトホロギウムも相当重いからね。最重量。あ、やばい。あ、ほらほらほら。おお。まだ。3、2、1。おっしゃ。ああ。はい、続いてフラッシュサジサリオでいきたいなと思います。はい。3、2、1。おっしゃ。来い。あ、ちょっと身長が高いからねこれね。当たんなければいいものだ。とんがった部分で勝て。このボトム？ボトムのところに当たってきたらね。縦レオネ。ボトムがリアルバーストする可能性あるよね。メタルファイトベイブレードなのにバーストしてしまう可能性あるけど。おっと、ほら当たらないもん。当たってるように見えるけど当たってない。ドライバーを攻撃しよう。おっと、おっと。C2-1。おっしゃ。うお。C2-1。おっしゃ。よし。おっと。当たってスタミナを減らせ。あ、ちょっと厳しいかな。おっと、おっと、いけ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 。あ、いい動きしてる、いい動きしてるけど、どうやら先にスタミナが切れるのはファングレオネっぽいぞ。ファングレオネいなしてないぞ、全然。どうした、ほら、いなしてないぞ。はい、続いてビッグバンペガシスでいきます。はい、3、2、1、ゴーシュ。さあ、ファイナルドライブがあるからね。いいぞ。ファイナルドライブ。行かない、まだ行かない、行った、ファイナルドライブ。どれだ、スタミナを、はい、なくて、はい、バースト、バーストない、バーストない。ああ3、2、1、ゴーシュ。おっと、3、2、1、ゴーシュ。おっと、そんなわけで、なんとファングレオネ全敗ですね。どうする、アタックに変える？うん、変える。はい、カウンター攻撃モードに変えました。はい、じゃあ私はまたバサルトホロギウムでいきます。はい、で今回はランチャー変えました。うん、エイシン君はランチャーも変えたいということなんでね。うん、はい、 3、2、1、ゴーシャ。うわわ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 わ、暴れんぼんだった、暴れんぼんだった。先に当たんない、全く持って当たらないぞ。おっと、ホルギウムを倒せ。結構一瞬振られたけど、どうやらバサルトホルギウム。3、2、1、おっと、おっと、おっと、ホルギウムを倒せ。おっと、
3、2、1。こうなったらしい。あー、トントントント、いい攻撃、いけこれ、ジューボー。強いよこれは、強い、ちょっと強すぎた、強い強い。はい、じゃあ続いてフラッシュサジタリオでいきます。はい、3、2、1。おっせい、おっと、いい攻撃、せい、せい、あーすごい変わった動きしてるな。あ、やばい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 、おお、やだ、スタミナ切れのようですね。おっほっほっほっ、スタミナ切れのようですね。ちょっと待って、また負けたんだけど。 3、2、1。うわぁ、おっと、うわぁ、あぁでは最後にビッグバンペガシスでいきます。 3、2、1。おっ、危なかった。さあ、もう牽制しちゃってるよ、牽制してる。ファイナルドライブ。さあ、そろそろ、おっと、あー、する前にやられた。3、2、1。おっしゃ、うわー、おー、いや、すごい、こい、おー、あー、3、2、1。おっしゃ、うわー、おっと、さあ、どうなるのでしょうか。おっと、おっと、ちょっとね、バングレをね、今のところなんと全敗で、ちょっとパパが名誉挽回ということで一回使ってみますね。はい、じゃあ対する僕はバサルトホルギウムで行かせてもらいます。はい、3、2、1。こうして、いけホルギウム、勝てるか、おい、いけ、あー、今のでなんとかスタジアムアウトに持ち込まないといけなかったんだよ。そう、こういうの惜しい、惜しい、戦い方は分かった、戦い方は分かった。うわー、ダメだ、3、2、1。おっと、おっと、さっきと違うぞ、暴れてないぞ、いけ、追い出せ、さあ、追い出せるものなら追い出してください。上からね、上からこう落ちてきてカウンターみたいな攻撃しないと吹っ飛ばせないぞ。わあ、やったやったー、おめでとうファングレオネ。はい、ということで今回はメタルファイトベイブレードのファングレオネ130W2D はい、ということで今日の動画がもしよかったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、それと今回のスマ動画はいつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中あたりかな。おお、なんで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 いきなり暴れ出した。スタミナ勝負です。あー、もうこれ勝ったな。あーだね。そしてチャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね、ということで、今回はですね、うちで持っているメタルファイトベイブレードは最後ですね、うん、なのでまたおすすめとかね、こういうスタジアムあるよってのあったら教えてくれると嬉しいなと思います。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。